よっしゃ、今日こそは絶対にロトの剣出したる。で、その前に俺の18を見てくれ。うぅー、たまんねえ。黒肌、黒水着、そしてね、サンキャ。いや、最高だわ。早くブルースキン来ないかな。サンキャをね、ブルースキンにしたいんだよね。で、行くぜ、ロトの剣。頼む。いや、もうそろね、ゲットしたい、ほんとに。今までかなり引いてきたんだけど、まだ出てないから、一番欲しいんだよ、ロトの剣。まあ、本当はルビスやろうと思ったんだけど、終わっちゃってて、ルビス。ちょっとね、ロトになってたから、ロトのね、剣を狙う。これも欲しいから。そして、メビウスの方は、ドラグンスピア。いや、欲しいな。これがどうしても欲しいんだよね。いやー、どうしよう。あの、ロトの剣と、ドラグンスピアを、1回ずつ10連行こうと思ったんだけど、ドラグンスピア10連2回や、あ、でも、ロトも欲しいからな。まあ、ロト、やって、10連やって、メビウス10連行こうか。まあ、どっちも欲しいから、両方とも、ゲットしたる今日で、ロトの剣決めるぜ。ポーチリス、頼む。いやー、マジ来て。やべえ、みんな、マジごめん。前半ね、取れてなかった。ごめんごめん。あの、ロトの方10連と、ルビスじゃねえや。あの、ルビスは終わっちゃったんだ。やろうと思ってたんだけどさ、終わっちゃって、今あの、ドラグーン狙って10連やってる。で、前半、ロトの剣狙ってたんだけど、下が来た。下半身。で、下半身来て装備して、このドラグーン、あの、スピア狙って、10連して、初めて気づいた。取れてなかった。マジごめん。でもね、この最後の10連の最初だからさ、まだまだ、まだまだ。で、クロマ同士のね、服、上は今、無料分で引いた。無料分で。マジごめん、取れてなかった。でも後半から、これでドラグンスピアをゲットできれば、お、上また来た。これね、あの、前に無料でゲットした、このちょっと前に。うん。その時取れてると思ってたんだけど、ごめんね、マジで。取れてなかった。いや、でもね、ロトの剣外して、ロトの下ゲットして、あの、確定枠で。で、今回こっちで、俺は、ドラグンスピアを狙っている。よし、頼むぜ。ドラグンスピア来い。ドラグンスピア。マジで欲しいんだよね。頼むぞ。まあ、ロトの剣はゲットできなかったんだけど、うん、ドラグンスピアが来てくれたら、まあ、大勝利だからさ。よかった、ここで気づいて。取れてない。ぴょぴょ跳ねて、2回。2回跳ねて。まあ、ロトはね、下半身だったから別に取れてなくても、うん、いいわ。こっからが本番。ドラグンスピア。ドラグンスピアをゲットする。頼むぜ。ドラグスピア、まあ最後確定だからぴょんぴょん組んだけど、よし、ドラグスピアか。あマジで、マジで、え、これ夢じゃ。やった、マジが来た。ドラグスピア来た。うわー、やったー、よかった。もうね、正直今ね、前半撮れてなくて撮影できてなくてめっちゃへこんでたんだけど、やった、来た、テンション上がった。ごめん、汗が、マジごめん、汗がね、吹き出してきた、手汗。ごめん、ついちゃったらごめんね、マジで。やった、ドラグスピア来た。やった、これ欲しかったんだよ。よしよしよし、オッケーオッケー、やった。これ確定枠じゃないもんね。うわー、あともう一個最後に確定が来る。よし、やった。待って、やべえ、めっちゃ嬉しい。ドラグスピア来た、これ欲しかったんだよ、マジで。よっしゃ、やったぜ、来た。よし、いや、めっちゃ調子いい。まあ、ロトの方でさ、剣ゲットできなくて、下入ってて、さらにね、あの、撮影できてなくてさ、ね、めっちゃ下入ってたんだけど、よっしゃ、ドラグンスピア来た、やった、嬉しい。マジで嬉しい。です、よし、これ最後か。え、マジでか。え、うっそ、こんな奇跡メロコある。え、俺今日死ぬんじゃないか、マジで。ちょっと待って、これ夢じゃねえよな。夢だったらやだ。え、待って、ドラグンスピア進化できる。え、マジで、ドラグンスピア2個来た。よっしゃ、マジか。もうね、大勝利中の大勝利中の大勝利。黒いボディに黒い槍。めっちゃセクシーじゃねえか。あ、でね、この今装備してるこれがさっきゲットしたロトの下半身。時取れてなかったんだよね。でも一番最後の確定枠一つだけだったんだよ、星5が、ロトのこれで。剣じゃなかったし、まあ良かったよね。後半取れなかったら本当に泣いたわ。せっかくこんな奇跡ミラクル起きたのに取れてなかったっつったら本当に、うお、やべえ、悲劇だ。泣けるわ、良かった、気づいて途中で。で、装備はそうだな、18に装備。めっちゃセクシー。
やっぱ黒い肌いいな。でね、あと3件をね、青肌にしたいんだよね。早くブルースキン来ねえかな。ブルースキン来ないのかな。ブルースキン来て角とかつけたいんだよね。アバターいじりたい。もっといじりたい。ということで、今回のガチャ結果、もう大勝利中の大勝利中の大勝利。もう大勝利大勝利大勝利かける1億。やったぜ、こんな勝利久しぶりだな。マジで嬉しい。もう星空でここまでの勝利するのね、結構久しぶりかもしんない。まあ動画撮ってないところで結構引いてたんだけど、全然ダメだったんだよ。で、動画撮って、まあ前半撮れてなかったけど、後半で荒ぶった。まあ前半、ロト下半身確定枠できて、で、確定枠と、あの確定枠じゃないやつで、このね、スピア来ましたと。ドラグーン。やったー、ドラグーンナイト。ドラゲナイト。ありがとう。18。いや、セクシーだわ。黒い水着に黒いボディ。あとこれ戻すか、最後に。最後に戻してバイバイしよう。やっぱこれだよね。マーニャスタイル。最高だわ。超可愛い、セクシー。うん。やっぱね、水着もいいんだけど、俺マーニャのね、この下のパラパラが好きなんでね。これ重要。一番セクシーだと感じるわ。よっしゃ、よかった。あとはバトルマスターとしてのレベルを上げて99に俳句したいから、頑張ってやっていこう。うん。よっしゃ、どんどん強くしていくか。セクシー、そして強く。それがね、俺の、なんだろう。